一ノ関市大東町渋民の葦東山記念館の開館15周年を記念する調査研究報告会が一ノ関文化センターで開かれ、一ノ関市から調査を委託されていた大学教授が研究成果を報告しました。葦東山は長い幽閉生活の中で日本の刑法の根本となる原理無刑録を説いた日本の刑法の父とも称される偉人です。今回の姿勢だよりは現存する多くの資料の比較や葦東山の人となりを知人らに宛てた監視の手紙から読み解く講演の様子をダイジェストで紹介します。一ノ関市では平成26年から葦東山の無形録の国の重要文化財、これを視野に入れながらの研究を委託しておりました。早稲田大学総合研究機構に調査研究を委託していたところであります。本日はその調査研究を担当されました早稲田大学の名誉教授の稲畑浩一郎先生、そして近畿大学の准教授の原田誠先生からその調査研究の成果を発表していただくことにしております。西の横綱は大月玄卓でありました。東の横綱に葦東山を挙げておりました。そういうやっぱり歴史に詳しい方、そういう造形がある方は葦東山の評価非常に高い。今日の報告会が一ノ関が配置した儒学者葦東山の検証と研究を盛り上げるそういう契機になりますように、そして市内はもちろん全国そして世界にも発信する機会となりますことを期待しまして、主催者としての挨拶とさせていただきます。まず原田准教授の報告は、葦東山が残した膨大な草稿を検証し無形録を表すきっかけから着手までの考えや準備期間の考え方などを探ったもので、東山がどのような文献を参考にし、その資料をどのように取捨選択したかを知ることで思想を深く知ることができます。無形録にはですね、この下書きが残っているわけです。で、それを見ながらですね、それがどのような下書きなのか、そしてそれを見ながらどのように無形録が作られていったのかということをお話しさせていただきます。こういったようなものをですね、その中国の本から主にですね収集して、それをですね整理して、さらに葦東山ですね、著者ですが、そちらの見解とかですね、その内容に関する批評をですね加えた書物になります。いわゆるですねその刑法の意義ですね、刑法とはどのようにあるべきかね、からさらにですね、それを司る人間、いわゆる、司法ですね、司法に携わる人間がどのような、心得を持つべきか、これがですね、無形録、明治時代にですね出版された無形録の、一番最初のページの画像になります。で、今ねこちらにありますけれども、ここのね、ここ黄色いところになりますけれども、これが春天曰くと書いてありますが、これは儒教の経典です。小書という経典のですねもの、これが本部になっています。で、その次にですね、朱子曰く、朱子学で有名な朱子という学者ですけれども、こちらのですね、意見ですね、この本文に関する意見が、次に、付けられていると。で、さらにですね、この最初の方ですと、この上の方にですね、そこに関連するような補足といいますかね、注釈、これがですね、葦東山のものが付けられているということになります。全部で18冊あります。で、786兆、非常にタイプの本です。葦東山自身が書いておりまして、最初はですね、中国のね、明という時代、学者のですね、小慶要覧というですね、また別の、刑法書があったわけですけども、最初はその名前をそのまま使おうとしてたみたいです。ところが考えを改めてですね、最終的に無形録という名前にね、決定したというふうに書かれております。この無形録に、序文があると。でその中にですね、どのように無形録を表したのかということがですね、葦東山自身、記しているわけですけれども、こういったですね、歴代の刑法史とか、刑法関係のものですね、さらに和漢の律令、格式とありますが、さらに日本のもの、こういったものもですね、参照して、その、是非を論弁すると書いてあります。どれが良いものか悪いものか、支持できるかできない、こういったことをですね、自分で考えて、特にですね、この大学演技法というもののですね、形ですね、本としての構成組み立て、これをですね一つ手本として、
でさらに、さまざまな、資料にあたって、自分の意見を加えて、武経録を著述したと。室九曹というですね、まあ、非常に当時有名な、学者に会います。でこの人に指示をするわけです。で、この室九曹はですね、この足頭山に、そのいわゆる刑法関係の本の編纂をですね、やってほしいということを任せるわけです。足頭山はその後ですね、まあ、いろいろと、罪を得てですね、まあ、他人預けということで幽閉状態になります。幽閉になった年の冬から、刑法関係の本、刑律の書とここでは書いてありますが、これをですね、編纂するというですね、本格的に着手したわけです。この幽閉、されてですね、本格的に編纂、まあ、著述を開始するまでの間にですね、非常にいろいろなところから本を借りて書き写してた。最終的にですね、この無形録が完成したのは1755年頃というふうに言われております。大体17年ぐらいの間です。無形録に関する、この、まあ、草稿下書きがですね、全部で今のところ、ね、分かっているだけで3種類残っているわけです。こう非常にですね、メモ書きとかですね、修正がですね、あちらこちらに書き込まれております。完成版のですね、明治時代、出版されたものと比べてみますと、一部の編名がですね、ちょっと異なっているわけです。ですね、こちら見ていただいても、隅でですね、この線を引いてですね、こうね、余白のところにたくさんこの修正、あるいは自分の意見を書き込んでいる。さらには、ちょっとこちら見づらいんですけれども、ここですね、四角いところがありまして、これ付箋です。ですからですね、上から付箋を貼ってですね、さらに修正を書き込んでいるということで、大変ですね、力を入れて修正したということがわかるわけです。で、このですね、3つの草稿から考えてみますと、足頭山はさまざまな、当然ですが、いろんな本を読む。まず抜き書きをたくさん作っていったと考えられます。本文とですね、補足内容が決まらないと自分の意見というのは言えませんので、この意見はですね、最後に、ね、書かれたと思われます。多くの本というのは、そういった、ね、資料がありませんので、まあ、完成体だけを見るわけですね。この草稿というのは、足頭山がですね、どれぐらい苦労したか、あるいはどういったものを見ていったか、手順がですね、取るように分かるわけです。どのように本を書いていったか。で、非常に重要な資料ということができます。稲畑名誉教授による講演では、足頭山が残した漢詩の手紙の数々から、人間としての思想を読み解き、無形録を育んだ背景を探るというもので、幽閉生活中の不遇の声や、宮城県から預け入れ先を移された際の思い、愛妻へ向けた監視や幽閉を解かれた際の心を解説しました。なぜかというと、死の応酬をやっているわけ、応酬を。そうすると、そういう中で当山のものの考え方が人間性が育まれていったわけですね。だからすごく大事なことなんですよね。墨も筆もなくない時のない時に、この手紙を仙台の友人たちに出したんですね。単身は兵として星のごとし、上天もし知るあらば、再び共に慶応断ずるを得んという。で、単身というのは自分の気持ちですね。これ赤々とした赤心というか、その忠義の気持ちっていうのは、もう空に輝く星のように輝いていると。でそれから今度は奥さんに出したテーマですね。遥かな哀れむ海上の防府台。防府台っていうのはですね、徴兵とかですね、行商に行った夫がなかなか帰ってこないわけですよね。でその無事、夫の無事を、その無事に帰ってくることを待ち望んだ奥さんたちが、妻たちがですね、高いところに登って、夫が帰ってこないかって待ち望む、そういう場所が防府台と言われた場所なんです。で時々そういうところに、そのいかにもその立ったまま石になったんではないかと思うような大きな石があるんですよ。でそういうのを防府石というんですけれども、同じ時に作ったもう一種の石がありまして、掲載というのはですね、まあ、あの祭っていうのはかんざしのことなんですけども、茨のかんざしという意味ですけど、それは粗末なかんざしという意味ですね。早漏に半たるをっていうのはね、早漏っていうのはこれは川の名前なんですね。もともとは早漏の水すまば、もって我が栄を洗うべし、早漏の水ぬぐろば、もって我が足を洗うべし、冠の紐をそこで洗う。役所に出てる、つまり、任官するっていうことですね。で住んだ時代であれば、そうやって私自分も任官するけれども、その水が汚くなったら、それはそんなことできないから、その出資しないでですね、宮遣いをせずに、田舎で自分の足を洗ってるという、そういうことなんですよ。という、そういう身分になってしまった自分に、
の伴侶であるということをちっとも恨みがましく思ってないだろうねということなんですね。それが宮崎から東の高清水に移った時の詩なんです。これは一番有名な詩だと思います。東山の中ではですね、原型もて投稿せられ20年、まあ、20年経っちゃったんですね。今春ここを去るにうたた生前たり、誰か知らん顧客当選の日、愛へ銀なり最も哀れんべし。でこういうものを読むと本当に人間東山というのがね、私たちの身近に存在する人であるということが分かってくるんじゃないかと思いますね。ただなんか、上司に歯向かってるばっかりではないということなんですよ。無形録はね、無形録として大事な本です。これはもう主張ですから、これがなくして東山を語るわけにいかないですけども、同時にあれを理解するためにも東山の本当のなんていうかな、原寸大の東山というものをですね理解するためには、やっぱりそのこの詩をね、なんとか皆さんにお届けして改めて分かっていただきたいと思っています。二つ目に言った奇妙山古城という部分の話をおっしゃったんですが、奇妙山は現在も残ってます。やはり地方史を見ないと分かんないことがたくさんですよね。で地方史っていうのは必ずしも東京にあるわけではなくて、地元の方がよく知ってるんで、これからもこういう機会を持ってですね、交流に機会でいろいろ教えていただきたいと思います。決して足東山は無形録だけではないんです。いろいろな側面から足東山に、アプローチしていかなければならないという点で、私は今日は大変の感銘深く拝聴いたしました。どうもありがとうございました。テレビガイド、今回は子宮頸がん予防のための HPV ワクチンの予防接種についてです。子宮頸がんは若い年齢でかかる割合が比較的高いがんです。患者さんは20歳代から増え始め、30歳代までに子宮を失い妊娠できなくなってしまう人も1年間に約1000人います。原因は HPV といわれるヒトパピローマウイルスの感染と考えられています。HPV ワクチンは2種類のワクチンから1つを選び3回接種します。中学1年生から高校1年生の女性にはすでに市から予診票などを送っていますので、資料をよくお読みになり、接種を希望される方は医療機関に事前に予約してから接種を受けるようにお願いします。また積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方はキャッチアップ接種が受けられます。対象は平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性で、 HPV ワクチンの3回接種を完了していない方です。予診票などは12月下旬に送ります。接種は令和7年3月31日まで受けられますが、約6ヶ月間かかりますので計画的に接種を始めてください。 HPV ワクチンを受けた場合でも、ワクチンに含まれている型以外の型による子宮頸がんにかかる可能性があります。そのため定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。最後に任意接種費用の払い戻しについてお話しします。定期接種の対象年齢を過ぎて高校2年生に相当する時期から令和4年3月31日の間に HPV ワクチンを自費で任意接種した場合、費用の払い戻しをします。申請には申請書のほか、支払いを証明する書類や接種記録が確認できる書類などが必要です。申請期限は令和7年3月31日までとなっています。対象など詳しくは市のホームページをご覧ください。またご不明な点がありましたら、子育て支援課または各支所保健福祉課にお問い合わせください。